蝶は、新末民発の軍人。武士軍の主要指揮官の一人で、北京政府に属した後も河南省で、一定の勢力を保った。元の名は、金星。字は、囚人。南寺ネイフ女南県玉光病協総章の農民の家庭に生まれる。聖火は二軒程度の草吹き屋根と、半世の墓地しかなく、父の蝶土飼うぎは定食を持たず、タバコや 姿生の死を売っては売り上げを使い果たしてしまう人物で母は農地を借りてその日暮らしをしていた。8歳の頃、城西県の官報薬店に弟子入りする。主人に学問の素養を見出され塾館で店の指定の勉強の相手をする。12歳の頃には帳簿の記入手伝いをするまでになった。しかし、 貧困のため1890年から北京で職を探すも見当たらず、天津へ行き着いた。そこで、手紙の代筆を行ったところ災難に駐屯していた、武志軍の馬玉婚に見出され、武漢の道を進む決意をする。はじめは、文案文書担当官として仕えた。しかし、牙、中の訓練にも励んで成果を上げ、1894年、 馬隊艦隊に昇進した。同年の日清戦争では、馬田真根は四個英を率いて、平壌へ向かい、朝もこれに随従して、日本軍と戦った。1898年、武志軍が武衛佐軍に改組され、山海艦に駐屯すると、朝もこれに従う。1900年、武衛佐軍ごろ領に昇進する。翌年、土地保養遊撃に除される。 1903年、馬田真婚に従って、河南省朝日に中、中屯。1906年、根源に従って、国旅行の秘賊討伐に派遣される。1907年、景気に帰還。1908年、武衛佐軍総統官にあった馬田真婚が死去すると、京カツ大がその公認となった。長は、馬田真婚に引き続き、京カツ大もよく補佐し、 その信任を得た。これにより、武衛佐軍前軍翼長に昇進した。侵害革命の際には、関東甲州鎮総兵であったが、10月はたまに不馬、方兵五公衛を率いて、主府林率いる、第六鎮第十二教と共に、落葉に派遣され、三世省の縁さ山、先世省の長尾取ら革命派と交戦し、21日には、同館を奪還。 同日、北京に向け、敵は、死体500体を残し退却、大砲6門、機関銃10丁路角、自軍の損害は、死亡6名、負傷10名、2A の増援があれば、長安を奪還すると打電している。長の部隊は、規律正しく、同官で混乱を起こさなかったため、革命派の各望み人氏からも評価されている。しかし、落葉では、 革命派から投降を呼びかけるため派遣された死者の龍、淳一氏と、木宗義を殺害した。一方、長も、同館で、赤十字団員の要う計託を、革命派本部に派遣しているが、革命派に殺害された。その後同館防衛に当たっていたが、次第に消耗戦を強いられ、11月2日、ベンチまで撤退。同地で、第6鎮第12京都を合流し、 11月23日、泉州に転身。12月2日、道館に進出し、南路司令官に就任する。後、遠生外の命で、先制革命軍と講和し、道館を明け渡して、河南省に撤退。西部の座と、霊峰、泉州一帯に駐屯した。民国成立後も河南に泊まり、遠生外より、河北鎮層兵に任ぜられる。 1913年、武士軍は、余軍を、九州合併し二戸市に再編、長は、陸軍上将として、加南森軍士を兼任するとともに自ら武衛、佐軍ごろ閣営を再編した河南陸軍第一、市市長に就任した。1914年1月、長愛を南総比、ただし弁として、先制省、河南省で活動していた白、明を討伐する。 同年8月に、白、明を戦死させ、この功績により、広し将軍に任命されている。9月には、開封で、徳武将軍権、忠しり南軍務に任じられた。鎮樹氏も、北徳の法徳前、与北の法有田、南様の長る、四西の長高令と、武氏軍出身者で固められた。以後8年にわたり、熱火都党の京葛大と共に、 長の武氏軍は、カナ南で一定の勢力を保った。1915年12月、遠征外が皇帝に即位すると、長はこれを指示、カナ南省庁の田文列と共に、証拠銀100万元を即位礼に献上し、一等公爵に封じられた。五国戦争を経て、1916年に遠征外が死去すると、長は7月にカナ南特軍に移動する。 さらに、12月に、北京政府の農省総長に発令された、多分未列の公認で、省庁も兼任した。また、暗記派の段気髄の取り巻き、特軍団の一員となり、段気髄に先導されて第一次世界大戦参戦、暗過欠のため閣僚らに圧力を加えた。ところが1920年2月、段気髄が、カナンを、 事故の勢力圏に加え直霊派との主戦場にしようと、長の悲鳴と、ご光神への交換を狙っていたことが判明する。河南省出身の大総統、女性省が拒否したため、首が繋がったが、以降、長は反安期派、親直霊派へと転向し、断気髄と、女性省の板挟みとなった雲邦が、国務総理を辞任すると、3月4日、 蝶は七少将長と連名で遺留を求めた。七月の安直戦争では、朝は、食礼派に組みして、落葉に駐屯していた、安基派の西北変貌軍第一根性旅、第四根性旅を、統制国と監視。ただし、南洋陳守氏の御形切りの鋼鉄には、反対していた。安基派敗北後の七月二十二日、第一根性旅旅長の総区二冠。 第四根性旅旅長び町の蝶カナエ君は陸軍省の直轄として部隊存続を求めたが、ご配布は受け入れず27日に武装解除を命じた。それに反発して兵乱の動きがあったため、張は両旅を包囲、ご配布も8月9日に直接落葉に赴き武装解除を指揮した。また2日、北京政府により暮れ喜び切りの皇徹も 正式に決定した。それに反発した、御計斬りは、先方隊不評考へ騎兵二声を引いて拒兵。鄭州の、第三四、第六旅の一部も高応した。湖北の大占い元より和議を求められたが、結局9月7日夜、武陽圏で交戦することとなり敗退する。9日、趙は、総根、趙作林に救援を求め、五配布より、 小陽南の援軍を得て、五景斬りを撃退した。武志軍の勢力を優先したい長は、一時は二個たびに、解体した余軍系の河南陸軍しばらく編第一、死を1921年1月14日、再び解散、自身の弟の長セグルを、部隊長として再編しようとした。4月16日、聖誠が反乱を起こすと、 朝は早速鎮圧に当たらせるが、直霊派のご配布も、カナンを掌握しようと動き始め、配下の表玉将に命じて、鎮圧を妨害し始める。朝は法天派の朝作林らの支援を仰ぎ、一時は、しのいだ。この事件をきっかけに、朝は、直霊派にも、反感を抱くようになる。百二十二年四月に第一次、笹ぐじ戦争が勃発すると、 長は、北京の密定から、情報収集を行っていたが、ご配布戦士のご報を信じ、5月4日、武装中立を宣言。法天派に組みして5月6日、弟の長すぐる率いる80個英、法徳前立いる10個英をもって、鄭州で留守を守っていた。長の絵の、第11子、第22旅など、直霊派山部を包囲する。さらに、南洋陳述氏の利をさむくも、 順州大統領の縁妃等し及び信用がは、側高山、序南の各順州大に命じて、信用を占領し、直令軍の北上を立った。しかし、武装中立を宣言した時点ですでに法典派の敗北は決しており、蝶もまた河南に到着した。 表玉将率いる、第十一支主力や固形翼率いる先制陸軍第一支、小洋南の学軍に小旅などによって撃破された。5月8日に海風が陥落すると、変装し、部下数名を連れて、上海疎開に脱出。5月10日に、河南特軍を正式に罷免された。その後は、法典に亡命し、長作林や長学良の下で、 軍事顧問などとして偶される。1927年2月の暗黒軍の河南、新興寺河南戦武士として、河南へ復帰しているが、北伐で撃破され、以降は隠居する。長亡き後の武士軍は、ご配布の命を受けた、長義式によって三個旅四個団に縮小され、部隊長には、長高齢を除き橋里志ら余軍出身者を当てるなど、 勢力の切り崩しが行われた。その後、1925年に国民軍売下となった熱火武志軍総司,司令の米ぶり票が河南に到着、後後配布に基準するが、余軍出身の阿田英決と比べその影響力は限られており、暗黒軍で武志軍最高を目論むも北伐により撃破された。これにより、新末以来の武志軍は、 完全に崩壊、消滅したことになる。1933年、北平で元により死去。去年63。3番目の弟の長すぐるは、広志軍総司令として、今世第一旅、後に、第二旅長、第一市長を務め、南洋陳守氏も兼任するなど、広志軍の勢力維持に貢献したが、長と共に、上海疎開へ逃れた。以降は、 蝶と共に、東北へ亡命、天津で偶居したとも、上海疎開から先は、蝶に同行せず、反昇州の建国予軍の勝負師として、孫文陣営に加わり、孫文の守護は、上海で偶居していたが、中原大戦の最中に、国民政府の命で、河南省に派遣される道中、暗記省、山で暗殺されたとも言われる。ありがとうございます。